ザート主催 This is the fact ツアー2024が10月5日の名古屋公演を皮切りに11月15日の東京公演まで東名阪3カ所3公演で開催される。同ツアーはデザートが対バン相手の地元に打ち入るべく名古屋ダイヤモンドホールにリンチ、大阪ビッグキャットにサディ、ゼップ新宿にムックを迎えて行われるものだ。2017年1月29日に新木場スタジオコーストで行われたデザートプレゼンツ This is the fact 開催前の2デザートの千秋はコンセプトとしては This is the fact イコールここ以外ビジュアル系じゃないっていうものと語っていた。当時は武道館を経た先輩バンド3組と武道館を目指す同年代バンド3組計6組からなるイベントだったが、7年半が経過した今デザートは年末に武道館ワンマンを控えていることに加え、ビジュアルシーンには当時からの変化が見られる。バークスでは首謀者の千秋をホストにリンチから葉月、サディからマオ、ムックから達郎といったボーカリストを迎えてそれぞれ対談を実施した。その第一弾は葉月。デザートとは2018年夏に開催されたデザートプレゼンツ This is the fact からエクストラマイナスの渋谷クラブクアトロ公演でガチンコツーマンを実施したほか、イベント共演経験もある。両氏に知られざる初共演の思い出、ボーカルスタイル、ビジュアル系シーンの現在、そして日本武道館ワンマンについても聞いたトークセッションをお届けしたい。7年前の This is the fact エクストラマイナスはずっと心残りだったんですよ。千秋さんが初めてリンチのライブを見たのが2007年だったそうですが、どういうきっかけだったんですか？千秋、僕が高校生の時だったんですけど、大阪ミューズでサディとリンチとギルガメッシュのスリーマンライブを見に行ったのが初めてでした。まだ自分がバンドを始めるとは思っていなかった頃ですね。僕らの高校でビジュアル系が流行っていて、インディーズバンドを掘り下げていこうみたいなブームがあったんです。僕はサディが好きだったから、学校帰りに友達とサディを見に行ったのが2007年4月6日の大阪ミューズイベントバーキングラウドエンパイア。その頃はリンチもギルガメッシュも数曲知っていたという感じで、当時インディーズバンドの CD はレンタルもなかったし、かといって専門店に行く勇気もないので、基本的には友達から回ってくるというのが多かったんですけど。葉月、そうなんだ。千秋、友達から借りた CD で数曲知っている感じでしたね。それでライブを見に行ったんですけど、リンチの時はフロアの後方で見てたのを覚えてます。そこからデザートというバンドとしてリンチと会うことになるのはいつ頃ですか？葉月、いつだろう。オーバーザエッジ、2007年から2016年まで開催されていた累計年越しイベントとかで会ってるのかな。千秋、2014年の渋谷アックスですね。イベントモッシュプレゼンツ東京モッシュピットボリューム2014.14。僕らはオープニングアクトで出演したんです。忘れられないのが、僕が挨拶をせずにレイを G さんから怒られたという。それも挨拶がないオラっていう感じじゃなくて、態度というかそういうことで普通にお叱りを受けたっていう感じで、かっこ笑い。葉月、ああ、あった気がするな。っていうことは、大阪で初めてバンドのライブを見てから7から8年で渋谷アックスまでたどり着いてるってことでしょ。それもバンドを始める前から数えてって考えるとすごいスピードだよね。千秋、デザート、それがデザートとリンチの初共演でもあったわけですね。
千秋、そうだったんですけど、僕らは当時共演だとは思ってなかったんですよ。オープニングアクトっていう枠も好きじゃなかったというか、主催の方が押してくれて全然実力が足りてない状態で棚からおたもちみたいな感じで出演したのもあったから、僕は正直挨拶するのもなっていう感じだったんですよ。当時尖っていたのもあって、どうせ誰も僕らなんか相手にしてないだろうっていうスタンスだったし、そうしたら怒られたっていう。はずき、はははは。しあき、すみませんでしたっていう。はずきさんがデザートを認識したのはその頃ですか？はずき、確かにそのイベントでオープニングアクトのバンドがいるというのは知っていたんですけど、まだ印象はなかったかもしれないですね。勢いがある若いバンドが出てきたっていう感じで、その直後くらいから名前を知ることになったと思うんですけど、変態っていう曲があるじゃないですか。千秋、はい。葉月、あの曲のミックスをギルガメッシュの R よくんがやってるとかで音源を聞かせてもらって、こんなバンドがいるんだ、いいねって言ってたのは覚えてます。それが2016年あたりかな。面白い人たちが出てきたなって思いましたね。そこから早い段階で2018年にはデザート主催のツーマンで対バンしているんですよね。千秋、それこそ This is the Fact からエクストラマイナス 2018.6-16 渋谷グラドクワトロです。当時は僕が完全にバグってた時期だったというか、自分らでマネージメントして苦しんでいた時のような気がするんですよね。エクストラはツーマンで、会場ごとにオノレ、リュウ、リンチ、LMC の3バンドに出ていただいたんですけど、その時の記憶がないというか、デザート主催イベントでその3バンドとツーマンしたのはどうしてですか？千秋、どうしても倒さなきゃいけないっていう感覚がその時はすごく強かったんです。リンチ先輩に限らず、ムック先輩に対してもそうだし、対バン相手には嫌われなきゃいけないっていうか、何か残さなきゃいけないっていう固定観念が強くて、デザートというバンドが行き詰まっていたのもあるかもしれないし、それも発端となって今回の This is the Fact ツアー2024にもつながるんですけど、葉月、リンチ、なるほど。当時デザートが抱えていた焦燥感のようなものって、葉月さんも理解できるところはありますか？葉月、僕らも当時同期とか先輩とかで対バンする相手がいなくなっていて、というのも解散しちゃってたり、ムックとは逆に対バンしすぎていたので、若いバンドとたくさん対バンしていたんですね。その頃はデザートとかアルルカン、R指定もそう、呼んでくれたライブには全部出ていたし、もう少し前に遡ればボーンとメイヒブレとジアウラのスリーマン 2013.9-15 エビスビクイドルームに、こっちから前座で出してくれと言ってシークレット出演したことがあったり、とにかく若い人を全部刈り取ってやろうと思ってもがいていた時期でもありましたから、それができていたかわかりませんけど、かっこ笑い、焦りとかそういう気持ちはすごくよくわかります。2018年頃というと、リンチは幕張メッセ、リンチマイナスサーティーンスアニバーサリー、 XLLL ギャローズ、ザ・ファイブ・ブラッケスト・クローズ 2018.3-11 幕張メッセ国際展示場であったり、大きな会場でワンマンをやっている時期ですよね。葉月、それでもやっぱり僕らのことを見たことがない人も多かったので、デザートファンのような若い方は僕らのことを見たことがないと思っていたから、取りに行くとしたらまずそこしかないっていうのはあったかな。
他のジャンルに行ったり大きなフェスに出演するよりもまずそこに行こうっていう。だからデザートが僕らを呼んでくれたのは嬉しかったですね。千秋さんは行き詰まっていて記憶がないとおっしゃいましたが、葉月さんは This is the fact エクストラマイナスのデザートやその時のライブで印象に残っていることはありますか。葉月、会場が渋谷クラブクワトロだったので舞台袖に見るスペースもなく、ステージ本番はモニターで見たくらいなんですけど、ただ千秋くんなかなか会場に来ねえなっていうのは印象的でした。かっこ笑い。会場入りが遅かったとかっこ笑い。千秋はは、は、確かその時も挨拶は一言二言だった気がします。かっこ笑い。本当に内容はあまり覚えてないんですけど、リンチ、腹たばしる、客を取ってやろう、感がすごかったのは覚えてます。葉月、はははは、千秋、対バンやイベントに呼ばれて分かりやすくそういう感じを出すバンドって当時のシーンにいなかったんですよ。シンパシーを感じてとか同じ匂いを感じるとか、みんな言い訳がましいことを言って対バンやイベントに出てるわけじゃないですか。本当は相手の客を取ってやろうって絶対みんな思ってるのに、その時のリンチはもう明らかにマジで客を取りに来てるやんっていうのがあって、俺らも逆に得られまいみたいな謎のムードもあったような気がします。だから僕的にはこう言うと語弊があるかもしれないですけど、めちゃいいツーマンだったとは思えなかったんですよ。葉月、ほう、千秋、その時の This is the fact エクストラマイナスでやった3バンド全部ですね。それはデザート側の問題で LM、C もおのれ、龍もめちゃくちゃ優しくしてくれたんですけど、すっぱねちゃったっていうのが僕の中で心残りで、もともとThis is the fact というイベントはアルルカンとかノクターナルブラッドラストとか同世代のバンドと回るデザート主催ツアーで、そこから派生して先輩バンドに挑むということでエクストラと名付けた特別なものだったと思うんです。今だったら最高なのにって思えるのに。葉月、はははは、今回またできるんだからいいじゃない。かっこ笑い。千秋、そうなんですけどね、最高なのにって思っていたものが当時はできなくて結構ずっと心残りだったんですよ。